海と日本。先月22日、ゴミ拾いにスポーツの要素を掛け合わせて競技化したスポーツ、スポゴミの世界大会であるスポゴミワールドカップ2023決勝大会が東京・渋谷で開催されました。このイベントは海洋ゴミ対策を行う日本財団海と日本プロジェクトChangeForTheBlueの一環として開催されました。スポゴミとはゴミ拾いとスポーツを掛け合わせた日本生まれの競技で、拾ったゴミの量や種類に応じたポイントをチームで競います。今年は史上初のワールドカップが開催され、決勝大会に向けて日本国内では全国47都道府県で予選大会及び日本一を決める全国大会が行われました。また海外では世界6大州20カ国で予選大会が開催され、決勝当日は予選を勝ち抜いた合計21カ国の代表が熱戦を繰り広げました。決勝大会ではイギリス代表チームが前後半合わせて合計 83.7kg のゴミを回収し、準優勝チームの日本代表に 28.2kg の大差をつけて優勝しました。決勝大会全体ではおよそ 548kg、 予選から合わせるとスポゴミワールドカップ全体ではおよそ 8900kg のゴミが回収されました。日本財団は2年後の2025年に第2回大会の開催を目指します。これからもその全世界を対象にしていきながら、全世代あらゆる世代の方々も対象にしていきつつ、ちょっと広げていけたらいいなと思ってます。実際の思いとしては、こういうゴミ拾いとかスポーツゴミ拾い、これもそうなんですけどね、こういったものが本当はない世界、ない社会が一番いいんだろうなというふうに思ってます。これを本当はこうなくすために、我々が今からどういうふうな活動をしていくのかというところが問われているのかなというふうに思ってます。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。